どうもこんにちは、まみよしです。 Amazon 新生活セール始まりました。今回のセールは3月1日から3月5日の23時59分までですね。で、今回ね、結構これ安いなっていう製品があったので、そちらの方を順番に紹介していきたいと思います。で、今回紹介するおすすめ製品一覧とかお得なキャンペーンに関しては概要欄に全て書いてます。まずプライム会員になってない方はプライム会員になりましょう。概要欄のリンクから登録して30日以内に Amazon で2000円以上の買い物をしていただくと、登録後60日以内に Amazon ポイント1000ポイントがもらえます。続いてはポイントアップキャンペーンにエントリーしましょう。キャンペーンにエントリーするボタンを押しましょう。で、今回のキャンペーンの概要に関してはプライム会員で 1.5%、 Amazon マスターカードの購入で 3%、 合計 4.5% プラス、さらに洗濯乾燥機、テレビ、加湿器、空気清浄機、ロボット掃除機の購入でプラス 5.5%、 最大 10% のポイント還元になってます。で、今回洗濯機、乾燥機も紹介するし、テレビも加湿器、空気清浄機もロボット掃除機も全部紹介するので、新生活始めたい方はこちらもねチェックしてみるといいと思います。で、キャンペーンに関しては1万円以上の購入じゃないとこのポイントアップキャンペーンに関しては反映されないので注意してください。で、あとは Kindle 読み放題だったり Audible 聞き放題のキャンペーンもやってます。 Amazon Music もやってますね。で、概要欄の一番上のリンクからこんな感じでおすすめしたリスト一覧を見ることができます。今回紹介する順番に関しては、Apple 製品、スイッチボット、生活家電、食べ物、飲み物、栄養補助、生活雑貨、プロジェクター、スマホアクセサリー、モバイルバッテリー、充電器、イヤホン、デスク周り、PC 関連、モニター、USB ハブ、テレビ、といった感じの順番になってます。早速見ていきましょう。まず一つ目がこちら、Apple Watch シリーズ9。これ最新モデルですね。今回のシリーズ9に関してはダブルタップがついたり、ちょっと画面が明るくなったりしたモデルになってます。こちらが 8%オフの 54,800円になってます。まあ Apple Watch に関してはシリーズ9であんまり変わってないので、シリーズ8が安く売ってるんであればそっちでも全然いいと思います。続いて Apple Watch シリーズ8のセルダーモデルですね。こちらは 4G 通信とかができるモデルになってます。これ1個古いモデルなんですけども 20% オフで 62,000円になってます。シリーズ8に関してはね、皮膚温センサーとかもついたので、個人的には結構進化してるモデルになってるかなと思います。セルダーモデル欲しい人にとってはこれかなりいいと思います。続いては MacBook Pro 16インチですね。こちら M2 Pro チップを搭載したやつなんですけども、なんと262,000円で購入することができます。最近の M3 Pro とかだとね、かなり高くなってるので、もともと M3 Pro より安い M2 Pro で 17% 引きされてる今回の MacBook Pro 16インチ、かなりいいと思います。続いて 1TB モデルも安くなってたんですけども、これ一瞬で売り切れちゃいましたね。まあなので、これも今日中に売り切れるかなと思います。続いてはエコーショー5とハブミニのセット、これが15,460円から16,800円になってます。こちらハブミニとエコーショーを使うことによって家中の家電を操作できるようになるので、このセットかなりおすすめです。で、このハブミニを買ったら個人的に絶対買ってほしい製品があって、それがこちらスイッチボットハブミニ専用コネクターですね。これ在庫切れになってるんですけども、一応注文しておくといいと思います。これはこんな感じで AC アダプターとつなげるとケーブルレスでハブミニを使える製品になってます。で、それと一緒に買ってほしいのがこのエレコムの充電器、これ上側に充電端子が出るので、こんな感じで下に向けたり上に向けたり、壁に接続しても邪魔にならないようになる AC アダプターになってます。この3点セットかなりおすすめです。続いてスイッチボットのテープライト、僕テープライトってね、あまりいらないんじゃないって思ってたタイプなんですけども、最近このテープライトを使ったら、もうテープライトめちゃめちゃいいなと思いました。もうこのテープライトを使うことによって本当にね、部屋自体の高級感が増すので、ちょっと部屋の雰囲気を変えたいとか、そういった方はぜひこちらのテープライト買ってみるといいと思います。しかもこれ5メートルあるので、デスク一周もできるし、ベッド周りにやってもいいし、壁に貼ってもいいし、これはねかなりおすすめになってます。もちろんさっきのスイッチボットハブミニと連携して声でも操作できるし、アプリ上からも操作できます。これが、400円引きの2593円。続いてスイッチボットの LED 電球、僕の家はもう上の照明全部これにしてます。まあ、これもさっきのハブミニと連携させることによって声でも操作できるし、スマホアプリからも操作できます。これもかなりおすすめです。300円引きの1680円で、2個セットだと若干安くなってます。続いては生活家電、電動歯ブラシですね。もう電動歯ブラシ使ってない人は絶対買ってください。こちらが歯ブラシ本体と舌磨きのブラシがセットになった商品で、普段約 12,000円なのが約3,000円引きの8,980円になってます。これもお買い得ですね。舌磨きもしたい人はこちらのセットかなりおすすめです。続いて空気清浄機、加湿器のセットになったやつになってます。こちらがタイムセールで約2,000円引きと、いろいろ見た中でこれが一番良かったですね。まあ最近だとね、加湿器ないと本当に喉痛くなったり、
風邪ひいたりしやすいので、ぜひ加湿器とか空気清浄機持ってない方はこちら買ってみるといいと思います。続いてアンカーのホームバッグ H11、 こちらハンディクリーナーになってます。まあ、ハンディクリーナーシャオミのやつとこれ両方使ったんですけども、こっちの方がね手入れがしやすいのと、あと吸引力もねこっちの方がちょっと高く感じました。これもう1年近く使ってるんですけども、全然壊れる気配もないし、フィルターの掃除も楽なのでかなり気に入って使ってます。これが1500円引きの4490円です。はい、続いてロボット掃除機、使ったことないけどちょっと試してみたいなっていう方はこちらがおすすめ、アンカー UFI クリーン G40。 こちら普段 34,990 円からなんと 29,990 円 40% 引きになってます。こちらに関してはねかなり安いロボット掃除機なのに、センサーもついてるのでしっかりと効率よく掃除してくれるモデルになってます。もう2万円で買えるロボット掃除機はこれ一択でいいと思います。メーカーに関しても有名なので問題ないです。で、続いて個人的にこれがねかなりお買い得な商品になってます、 UFI クリーン X9 Pro。 最近 X10 っていうやつが出たんですけども、それのおかげで普段のセール価格よりもさらに1万円安くなってます。これ5万5000円で、あ、しかも今回ね掃除機に関しては最大 10% ポイント還元なので、5万5000円の 10% 5500ポイントつくので、実質4万9500円で購入することができます。こちらのいい点としては、水拭き吸引は両方ともできて、しかもモップの自動洗浄乾燥機能っていうのがついてるので、モップが匂っちゃうっていう心配もないので、これかなりいいですね。まあ、デメリットとしてはこのゴミパックっていうのはこのステーションの中でないので、この本体のところから地面で捨てないといけないんですけども、家によって違うと思うんですけど2週間ぐらいかかるので、まあ、全然ゴミパックっていうのはなくてもいいのかなと思います。これめちゃめちゃおすすめなので、ロボット掃除機興味ある人はぜひ買ってみてください。続いては冷蔵庫です。今回新生活セールということで新生活の人に向けてちょっと見てみました。僕これ実際に8月に引っ越してきて使ってるんですけど、めちゃめちゃいいです。何がいいかって、まずね横幅がちょっと狭めなのでどこにでも入るっていうのもいいし、しかもこれ自動霜取り機能がついてて、冷凍庫が全然霜つかないです。安い冷凍庫とかだとね結構ここ霜だらけになって全然入んなくなっちゃうとかあると思うんですけども、それが全くないので、もうこれかなりおすすめになってます。約3000円引きの 33,800 円になってます。続いてこれもめちゃめちゃいい、ドラム式洗濯機。これ僕が実際に使ってるモデルとほぼほぼ一緒のやつなんですけども、こちら約2万円引きの 94,980 円で購入することができます。しかもポイント 10% つくので、まあ、9000ポイントってことは、まあ、約8万5000円ぐらいで購入できるということで、これもかなりお買い得ですね。でアイリスオーヤマ壊れやすいみたいなことを言う人も結構いるんですけども、今半年使ってる段階では全然壊れたりっていうことはないですね。まあ、フィルターの掃除とかちゃんと手入れしてれば、まあ、そんなに問題はないのかなと思います。続いてサロニアのドライヤー、パナソニックとかあとダイソンのやつも使ったことあるんですけども、これがちょうどいい。風量も強いし、かといって風量が強すぎて髪が皮膚に刺さって痛いみたいな、そういったことも起きなかったので、こちらかなりおすすめです。でこれも実際に1年半使ってるんですけども、全然壊れる気配もないですね。ずっと使えてます。1500円引き。続いて食べ物いきましょう。まずはパックご飯、こちら24個入りで2049円、1食85円で購入することができます。しかも定期お得便に入れることによって1食77円、めちゃめちゃ安い。定期便の裏技としては、定期便を選択してあげて、これ配送頻度6ヶ月とかにします。これを注文して届いた後に解約すれば、1回分の注文でも割引を受けることができるので、そちらも使ってみるといいと思います。続いて牛飯の具ですね。これもレンチンしてさっきのご飯にかけてもいいし、ちょっと忙しい時にぴったりになってます。1食209円、まあ牛丼屋に行くよりも手軽で安いですね。続いてザバスのプロテインヨーグルト、これも結構美味しくて、こちらが1個150円ですね。スーパーとかだとだいたい200円とかするところもあるので、これかなりお買い得になってます。続いて食べっ子動物、めっちゃ美味しい。これが1箱82円になってます。安い。続いて飲み物はこちら、イロハスのラベルです。今回僕もこれまた購入します。こちら1本あたり77円ですね。これも提供特便にすることによって1本73円でさらに安く購入することができます。でこれね、今回はラベル付きの方が4円安いですね。ただラベル剥くのって結構めんどくさかったりするので、僕としてはこのラベルレスの方をおすすめします。あとは自然が磨いた天然水2リットル、まあ2リットルの水で安いやつはこれ1本110円、でさらにクーポンで 5% オフで、さらに提供お得便で 5% オフ、1本あたりだいたい100円ぐらいで買えるのかな。まあ、災害時用とか緊急用に常備しておくのがいいと思います。続いてはレモン風味の炭酸水ですね。こちらが1本あたり56円、違うな、提供お得便で1本あたり49円ですね。めちゃめちゃ安いです。まあ、炭酸水好きな人はこちらかなりいいと思います。炭酸水好きな人は買ってみてください。続いて夜間の麦茶ですね。これ本当にね
ね、夜間で作った麦茶の味がします。これ1本72円、定期お得日にすることによって68円で購入できます。で、それの2リットル版ですね、こちら1本169円、まあ、家族済みの人とかはこっちの方がいいかも。続いてミルクティー、これ24本で、これ1本あたり75円、定期お得日で1本71円で購入することができます。これね、自販機で買ったら150円とかするんで、半額以下で購入することができます。これお得なのでぜひ買ってみてください。続いて1本だけじゃ飽きるよっていう場合はバラエティセットもあります。1本あたりの値段はちょっと高くなるんですけども、ミルクティー、ストレートティー、レモンティー、3種類入ってるので、その日の気分に合わせて家から持ってったりすることができます。続いて栄養補助食品、レイズのプロテイン、もうこれは最近安定ですね。周りもみんなこのレイズのプロテイン飲んでます。これいろんな味あるんですけども、美味しさとしてはまあロイヤルミルクティーチョコレートかなり美味しいです。でヨーグルトも美味しい。ミックスベリーはベリー好きな人だったらいいかなって感じで、グレープ、オレンジはあのチューインガムの味します。だからあんま好きじゃなかった。でカフェオレはまあカフェオレの味、塩キャラメルはちょっと甘かったかなって感じなので、まあチョコレートが無難ですね。しかも溶けやすいです。これ粉がサラサラなので注ぎやすい。チョコレート、ヨーグルトが粉サラサラで、他はちょっとしっとり系の粉ですね。まあチョコレートが本当にいいので、ぜひチョコレート買ってみてください。僕ももう9回買って9キロ飲んでます。これめっちゃおすすめです。で今までね、この V エナジーっていう、まあ、ビタミンとかいろいろ入ってるサプリ飲んでたんですけども、最近ねちょっと1ヶ月ぐらい飲んでなかったら、最近肌荒れ結構してるので、もうやっぱりビタミンって効果あるんじゃないのかなって最近思ってます。まあ、またねちょっと今日から飲み始めるので、またね1ヶ月後のアマゾンセールの時にどうだったのかちょっと感想を言います。飲むに越したことはないのかなと思います。続いてが最近買ったキッチンワゴンですね。さっきね冷蔵庫あれスリムでめっちゃいいよっていう話したんですけども、そこの横に入れて使ってます。本も入れられるし、空箱とかも入れられるし、収納を作れるのでおすすめです。これ22センチとか18センチとか横幅自分好みの選ぶことができます。僕は22センチの4段ホワイトを選びました。18センチとかだと5段もありますね。これ 10% オフで3300円、ベストセラー1です。これかなり買ってよかったなと思ってます。続いてサイドテーブル、これも良くて、ベッドサイドにこれを置いてあげてもいいし、デスクの横に置いて物を置くとかでもいいし、これ何かと便利なのでかなりおすすめです。こちらに関しては値下げは特にされてないですね。まあ、ただ普通に使いやすいのでおすすめです。続いてユーフィーのスマートトラックカード、まあ、これは毎回紹介してる通り AirTag のカード版っていう感じですね。ここからスマホを鳴らすこともできるし、スマホからこっちを鳴らすこともできるし、まあ AirTag みたいに周りに iPhone 使ってる人がいれば、ほぼほぼリアルタイムでどこにあるのかっていうのをチェックすることができます。これが 25% オフで2993円。物をよくなくすとかっていう人はこちら買ってみるといいと思います。続いて羊のいらない枕、これね今回買おうか迷ってます。これ結構おすすめされて、この前ね家電量販店に行ってちょっと試してきたんですけども、これ3種類ある中でこの新ハイブリッド3層構造ってやつが個人的に一番好きでした。極重ってやつは結構高めだった、高さがあるので個人的にはあんま好きじゃなかった。こっちもちょっと高かったかな。ハイブリッド3層構造はこの下のやつを取ることによって高さ調整もできるので、これかなりいいんじゃないかなと思います。使ってる方いたらよかったらコメントで感想を教えてください。今回買うかめちゃめちゃ迷ってます。1355件の評価、かなり評価も高いです。普段17800円が14770円、かなり安くなってる。続いてユミマイルのソープディスペンサー、これは背面にマグネットがついてるので風呂の壁につけてシャンプー入れて使ってます。これ実際にかなり便利に使ってるんですけれども、ここの上の部分タッチパネルになってて、ここに水がついたりするとご反応したりするので、まあちょっとね置く場所に関しては注意ですね。ちょっと高めの位置につけるといいと思います。かなり満足して使ってるので、まだシャンプーシコシコしてる人はぜひこちら買ってみてください。めっちゃおすすめです。でその中に入れるおすすめのシャンプーがこちら、ずっとこれ使おうって決めてるのがこのミノンの全身シャンプー。これ体も洗えるし、髪も洗えるし、顔も洗えるし、肌に優しいタイプの全身シャンプーなんですけども、なのに洗浄力もねかなり高くて、髪とかもねしっかり油落ちるので、これね使ったことない人はぜひ使ってみてください。でこれしっとりタイプとサラサラタイプあるんですけども、絶対しっとりがおすすめ、サラサラは微妙でした。特にセールにはなってないんですけども、ぜひ買ってみてください。まあ薬局とかでも売ってると思います。続いては全 CT の電動ボディブラシ、背中ってね結構洗いにくいと思うんですけども、ここの部分が回転して自動で洗ってくれるってやつですね。これ気に入って使ってます。でブラシねこれ5種類入ってるんですけども、僕はこれを使ってます。赤すりとかだったらこれかな、まあ、この3つかな。これは風呂掃除とかできるやつ、まあいろいろ試せるので、こちらもね買ってみるといいと思います。 20% オフで2479円、約600円引きになってます。続いては 3M のお風呂スポンジ、これもね結構買ってよかったです。これ 3M ということで結構有名なメーカーで、しっかりと汚れも取れるし、しかもこんな感じでねタオル掛けのところに引っ掛けることができるので、しっかり乾燥できる、髪も生えにくい、ぬめりも
出にくいっていう感じで、これがかなりおすすめです。2個入りで670円、これぜひ買ってみてください。カラーはいろいろありますね。続いては同じく 3M でお風呂掃除鱗落としですね。これもすごくて、鏡って結構鱗ついちゃうと思うんですけども、これ使うことによって鱗本当に簡単に取れるので、鱗で悩んでる方はぜひこちら買ってみてください。 15% オフの1159円。続いてはレックの激落ちくん鏡の曇り止めリキッド強力コートタイプ、これもめちゃめちゃ良くて、家の鏡ってこうシャワーとか当ててもすぐこう曇っちゃう、自分のことが見えないっていうことがあると思うんですけども、これでガラスをコーティングすることによって、もう水をねピカーンって弾いてくれるので、これはね本当にいいよ。 24% オフの973円、これは絶対買うべきです。感動する。多分続いては化粧水ですね。化粧水っても手に出して塗るのかなりめんどくさいと思うんですけども、これはスプレータイプになってるので、もう顔に噴射するだけで OK。 しかもこれ 500ml で1570円ということで、かなり安くなってます。定期お得みで買ってもいいですね。僕はこれ気に入って使ってます。ただちょっと人によってはヒリヒリするかもしんない、まあ、美白効果もあるのかならしいので、これは気に入って使ってます。背中とかにねシュッシュするのもありですね。続いてジェルボール、さっきドラム式洗濯機紹介したと思うんですけども、洗剤の自動投入ないので、これを1個入れてあげるとかなり楽に洗濯することができます。でこれいろいろタイプあって、本体11個、ケースと詰め替え53個のセットと、ケースと103個の詰め替えのセット、103個の詰め替えだけのセット売ってるので、まあ自分の好きなやつで買ってみてください。続いてはステーディー可変式ダンベルになります。これ最近定価で買ったのに3000オフになってる、ショック。この可変式ダンベル結構良くて、まあここの部分がね若干ちょっと握る時に痛いんですけども、それ以外はね気に入って使ってますね。デザインもいいし、これ可変式になってて5キロ、 7.5 キロ、 10キロ可変式にすることができます。こんな感じでねプレートをつけたり外したりできますね。まあ筋トレ始めたいっていう人は、まあ10キロぐらいを買ってあげれば、まあ、そこそこの筋トレはできると思います。僕は最近もうちょい重くしたいなと思って、このプレートを追加しようか悩んでます。これもなかなかお買い得ですね。で結構ねこの取っ手部分を回したり、ここのつまみを回したりするタイプの可変式ダンベル、安いやつ売ってるんですけども、それねプレートが落ちてきたりする心配があるので、まあ、それ買うんだったらこっちのくるくる回すタイプのやつ買った方がいいと思います。家でやるとき多分裸足とかでやると思うんですけども、足に落ちてきたら本当危ないので、こういったね絶対プレートが落ちないタイプを買った方が安全かなと思います。続いてはプロジェクターいきましょう。プロジェクターに関してはこれがかなりいいです。ネビラカプセル3、最近出たやつですね。こちら Google TV 搭載してるので、 Netflix とかも使えるし、最新モデルになっています。これバッテリー自体も搭載してるので、これだけ持ってって外で使うこともできるし、友達ん家で使うこともできるし、充電は USB-C 端子になってます。これねもう垂直水平台形補正もあるし、まあ全部入りのモバイルプロジェクターっていう感じですね。こちらが 10% オフで 62,990円、こちら初値下げになってます。まあプロジェクターこれから買うけど何買おうかなって思ってる方は、こちら買ってみるといいと思います。ただ明るさに関してはそこまで明るいものではないので、真っ暗な中で見るっていうのがいいと思います。続いてこちらネビラカプセル3レーザーの方ですね。こちらレーザー光源になってるので、ちょっと明るいのと、あと発色が綺麗になってます。でもこっちの3もねかなり綺麗だったので、コスパに関してはこっちの3ネビラカプセル3の方がいいと思います。こだわる人だったらこっちの3レーザーかな。こっちは300アンシルーメンでちょっと明るくなってます。こっちは 25% オフで 89,990円。ただこっちはね Google TV じゃなくて Android TV なので、 Netflix は入んないので注意。続いてこれネビラカプセル買ったら、こちらのスタンドも買ってほしくて、これすごくてね、こんな感じで自分好みの角度に調整することができます。普通の三脚使わないと調整できないし、しかも三脚だとねもっとでかくなるので、この専用のやつかなりいいと思います。ただちょっと高いかな。結構売れてるっぽいですね、ベストセラー1位。続いて個人的にね結構一押しなプロジェクターがこちら JM5 の N1 シリーズになります。こちらに関してはねジンバル機能がついてて、この上下に角度調整っていうのが自由自在になってます。で色も明るいし画質も綺麗で、 N1 プロ N1 ウルトラは多分ここ下側が皿みたいになってて、ターンテーブルみたいになっててね、上下左右調整できるんですけれども、この一番安い N1 に関しては上下だけの調整っぽいですね。いやーでもこれいいな。この白いプロジェクターっていうのがほとんどないので、かなりねこれ貴重なプロジェクターになってると思います。フル HD で 10W スピーカー Android TV11、 うんこれかなりいいと思います。 25% オフで 103,620円、 これもちょっと買うか迷う。ちょっとねこのカプセル3レーザーか N1 どっちか欲しいなーって思ってます。続いてスマホアクセサリーいきましょう。スマホケース個人的一押しなのがこの ESR のクラシックシリーズ、こちら 21% オフで2,124円になってます。 TPU 素材になってるので対衝撃性のもいいし、さらに四つ角、これ外側にエアクッション搭載されてるので落とした時も安心、しかもストラップホールもあるので好きなストラップつけられるし、カメラ周りもしっかり
かり守ってくれます。マグセーフの磁力に関しても強いので、これかなりおすすめなケースになってます。迷ったらこれで OK で、さらに便利なのがこちら、これ隠れスタンドっていうのが搭載されてます。こんな感じなので、ちょっと動画見るときとかスタンドにできるので、これかなりおすすめです。ただ置いたときにここの金属の部分が当たるので、まあ、若干ねこう机が傷ついちゃわないかなとかいった心配はあります。まあただしっかりとね面取りされてるので、あんまり気にすることはないかな。こちらが2800円、まあプラス700円ですね。僕は最近この隠れスタンド付きモデルを愛用しています。続いてはシンジモルのマグセーフスマホリングですね。こちら何がいいかって、マグセーフの磁力が強力なので落とす心配が少ない。でかつこのリング部分かなり強くなってて半年ぐらい持ちました。でこれたまにね980円とかになってるんですけれども、今回は1300円ですね。まあこれ買って損はないスマホリングになってます。マグセーフ使ってる人はこちらがおすすめで、ローリーの3 in 1マグセーフ充電器ですね。こちらは旅行の時とかにおすすめで、これ1個持っておくだけで iPhone も充電できる、 C 充電も対応してるので、ワイヤレスイヤホンも充電できる、 Apple Watch も充電できる、まあ3つ全部充電できるようになるので荷物を減らすことができます。普段4089円が3069円、さらに 5% オフクーポンがついてます。続いてシンジモルのマグネットステッカーかな。これ壁に両面テープで貼り付けることによって、こうやって iPhone を壁に貼り付けることができます。僕は風呂の壁とかに貼って湯船に浸かりながら動画見てたりします。これもめちゃめちゃおすすめ。これ2枚入りで1200円なのでかなり安い。続いてスマートウォッチ、とりあえず試してみたいっていう方はこちらがおすすめ、ファーウェイバンド7。こちらなんとバッテリー2週間持つのにほぼほぼ Apple Watch と同じことができます。こちら普段の価格がまあだいたい4900円ぐらいかな、が4200円になってます。続いてはモバイルバッテリー、 iPhone 使ってるんだったらこれライトニング端子に直接挿すことができます。ワット数は 12W で 5000mAh あるので、 iPhone 70% 分ぐらい充電することができます。まあこれだけあれば十分ですね。これが 15% 分の3390円、さらに Type-C 版もあります。こちら Type-C 版は 22.5W 出力なので、 iPhone を急速充電することができます。同じく 5000mAh で 30% 分の2790円で、こっちの Type-C の場合はですね、このモバイルバッテリーを充電するとき AC アダプターの Type-C 端子にこれをブスッと挿すことによってそのまま充電できたりできるので、本当にいつでもケーブルレスで使うことができます。でこれもおすすめですね、アンカー511パワーバンク、これも 5000mAh で 30W 出力ができます。これはモバイルバッテリーとしても使えるし、 AC アダプター機能も内蔵してるので、まあこれとケーブルさえあればいろんな端末を充電できるっていった商品になってます。続いてモバイルバッテリー、 10000mAh だったらこれ 10000mAh あって 40W 出力できます。こちらが3480円、 10000mAh の中ではかなり安いですね。 C 端子が2つあります。で 20000mAh タイプもありますね。こちらは 65W 出力できます。でこのバッテリー買うときに注意点があって、これブラックとホワイトあるんですけども、このホワイトに関してはオフホワイトでかなり黄ばんでる感じの白なので、買うんであればホワイトじゃなくてブラックがおすすめです。続いては充電器いきましょう。まず充電ケーブルはもうこれがかなりおすすめです。僕家のケーブルはもう全部これで統一してますね。パワーライン3フロー USB-C to USB-C 0.9 メートルと 1.8 メートルがあります。こちらのいい点としてはシリコンケーブルになってるので、かなり取り回しがいい、そして絡みづらい、ケーブルの巻き癖がつかない、しっかり 100W 充電にも対応してるので、まあ、これがいいですね。ただデータ転送に関しては USB2.0 の 480mbps なのでそこだけ注意。続いて AC アダプター、 iPhone1 台だけ充電したいよっていう方はこちらがおすすめ、1430円で購入することができます。続いては 45W、 これは2人で充電するときとかにおすすめですね。 20W20W にできます。これが 21% の3480円、もちろん1端子で 45W でもできるので、まあ、MacBook Air とか iPad も急速充電できたりしますね。続いて 65W タイプもあります。こちら4580円で Type-C が2つ、 Type-A が1つついてる3ポートになってます。でこれいろんな種類あって、 Type-C が3つのモデルもあるし、 Type-C が2つのモデルもあります。まあ、今回ね Type-C2 つのタイプに関しては 5% 割引しかないので、このどっちかがおすすめです。続いて 140W の3ポートのタイプもあります。こちら18,000円、まあ高いんですけれども、スペックとしてはかなり高いですね。16インチの MacBook Pro とかも 140W 最高速の充電ができます。で続いて最近これレビューしてる人多いんですけども、マテックのソニックチャージ 100W、 こちら 100W の充電で端子が4つついてるのにもかかわらず、なんと4880円ということで激安になってます。普段の価格は8990円、まあ約9000円が多いので本当に半額になってますね。これもいいかと思います。続いてはちょっと番外編ということで、まあ電源タップにもなるし充電器にもなるっていうやつですね。こちらは AC 差し込み口が3つ、 USB-A ポートが2つ、 USB-C ポートが2つっていう延長ケーブル、電源タップ兼充電器みたいな、そんな感じのやつになってます。これ上側に両面テープ貼ってデスクの下とかにつけておくのかなりいいと思い
います。ベッドサイドとかにこれを貼り付けるのもかなりありだと思います。こちら 20% オフで5590円、これ 67W までの対応なんですけども、 100W までのタイプも新しく出ました。そっちは1万円するのでこっちの方がコスパは高いかな。続いてはワイヤレス充電器ですね。こちら下でワイヤレスイヤホン、上で、マグセーフ搭載の iPhone とかをペタッと充電することができます。まあ、ただこちら、充電ワット数に関しては 7.5W なのでそこだけ注意。こちらが 28% オフで3519円、普段は4300円なので、まあ、約800円引きになってますね。これはショート動画でレビュー動画出してるのでチェックしてみてください。普通にいいです。続いて ESR の G2 の 15W 充電器、これもねめちゃめちゃ安いです。普段の価格4599円が3749円で、これ G2 充電対応してるので iPhone を 15W で充電することができます。まあ、車につけるタイプのやつなんですけども、まあ、裏んちのタブレットアームとかにつけて使うのもおすすめです。でつい3日前ぐらいに買ったケーブルがこちら、オールテックの USB-C2C の巻き取り式のケーブルです。こちら 1.2 メートルで 60W までの充電に対応。データ転送に関しては 480Mbps なので USB2.0 ですね。まあ、出かけるときポーチとかに入れておくんだったらこれがかなりおすすめです。自分の好きなだけ出して充電できます。で、ブルー、グリーン、ベージュ、ブラック、レッド、いろんな色あります。続いてイヤホンいきます。しょう、5000円以下でイヤホン買いたいんだったらイヤーファン Air2。こちらに関してはノイキャンとか外音取り込みっていうのはないんですけども、マルチポイント接続対応してるし、防水にも対応してるし、ワイヤレス充電にも対応してます。で、音質に関してもね、イヤーファン結構良かったので、5000円以下で買うんだったらこちらがおすすめですね。20% オフの4790円。で、個人的にもうちょい出してこっち買うのがおすすめ。Air Pro 3、こちらはノイキャンついてるし、外音取り込みもついてます。で、AptX Adaptive とかにも対応してます。こちらがなんと6790円、めちゃめちゃ安い。24% 引き。で、1万円出せるんであればこちらがおすすめ。アンカーサウンドコアリバティ4 NC。 こちらノイキャンも結構強いし、ワイヤレス充電、マルチポイント、外音取り込み、必要な機能全部入ったイヤホンになってます。まあ、安定のイヤホンですね。続いてスピーカーに関してはこれ、アンカーサウンドコア3。音質も普通にいいし、防水なのでキャンプとかに持ってったりしてもいいし、風呂とかに持ち込んで音楽聞いてもいいし、何かと便利なスピーカーになってます。続いてはデスク。デスクに関してはこの3話ダイレクトのパソコンデスクおすすめです。僕も今これ使ってます。奥行き60センチモデルがいいですね。で、こちらモニターアームもしっかり使えるし、ここの足の部分に別売りのタイヤつければ家の中で移動できたりするので、これかなり便利です。僕は幅160のものを使ってますね。カラーもブラウン、ブラック、ホワイト、ライトブラウンあります。まあ、おすすめなのは120センチですね。160はでかいです。続いて椅子買うんであれば、こちらは結構いいって言ってる人が多かったです。 SKYE のゲーミングチェア、これかなりふかふかなので、まあ、ゲームやるときにねかなり使われづらいような気もします。しかもデザインもいいし、普段の価格が 22,500 円から6000引きですね。もうかなりお買い得になってます。続いては Wi-Fi ルーター、もうこれ買っておけば間違いないです。 Wi-Fi 6対応で IPv6 とかにも対応。こちらが普段 11,400 円から8980円、2000引きぐらいになってます。続いて SSD に関してはこちらサムスン T7 シールドがおすすめ。 1TB で 12,250 円、かなり安くなってます。まあ、定番のサンディスクのやつとかも見たんですけども、こっちの方が3000円ぐらい安かったです。続いて 4K モニター、今回買うんであればこちらですね。こちら USB-C 接続に対応した 4K モニターになってて 52,800 円とちょっと高いんですけども、こちら 90W の給電が可能なので、まあ、MacBook Pro とかでもしっかりこれつなげて充電することができます。スペックもいいし、かなりいいモニターだと思います。続いて Xiaomi のゲーミングモニターですね。これ27インチ 165Hz で 16,980 円、めちゃめちゃ安くなってますね。で、 Xiaomi に関しては結構安くていいものが多いので、個人的にはこれかなりいいと思います。続いてはピクシオのゲーミングモニター。僕ピクシオのやつ使ったことあるんですけども、普通に色も綺麗だったし安いです。普通に白いゲーミングモニターなかなかないので、もう選択肢としてはこれ一択ぐらいですね。こちら 200Hz 対応してるし 22,900 円ということで結構安めですね。24インチです。続いてモバイルモニター、イノビューのやつは僕は使ってます。 MacBook Pro につなげて縦画面で使ってますね。こちらが2000円クーポンあって 15,990 円で買えます。在庫しばらくなくて復活した感じですね。まあ、色とかに関しては普通ですね。シルバーのモバイルモニターってこれぐらいしかないので、これ買いました。このシールとか普通に剥がせます。続いてモニターアームに関しては、グリーンハウスのモニターアーム、これ約5000円で買えるのに質もね、まあなかなか良かったので、とりあえず買ってみるのにはこれかなりいいと思います。しかも白いのあります。黒もあるなんだけども、動かす時の滑らかさとかに関してはやっぱエルゴトロン最強なので、こだわりたいっていう人はこちらのエルゴトロン買ってみるといいと思います。 23% オフで 17,690 円で、あとは画面拭きたいとかいう方はこちらのエレコムの強力クロス、エレコムのクリーナーおすすめです。計99円から
890円100円引きで、こっちもおすすめで L サイズが1381円から1240円で、これ M サイズとか S サイズに関しては割引って書いてあるんですけども、実は値段変わってないので注意。続いて USB ハブに関してはこれはもう用途によります。まあ、HDMI 端子、まあ、SD カードがいるのかいらないのか、 HDMI いるのか、あとは端子が何個欲しいのかで違います。おすすめなの4つピックアップしました。これとこれとこれとこれ、用途に合わせて選んでみてください。これはLAN端子があるし、こっちは SD とマイクロ SD 入るしみたいな感じで、結構ね用途別に違います。続いてテレビに関しては LG のテレビ、これいいです。 OLED なのでめちゃめちゃ画面綺麗、あの特に夜見るときとか、まあ、黒い画面が多いときはね本当に綺麗なので、ぜひこちら買ってみるといいと思います。48インチが 104,800円から 84,800円、2万円引き、55インチが 129,800円から 109,800円、両方とも2万円引きになってます。ということで、おすすめ商品92個紹介してみました。これ全部厳選した商品なので、まあどれ買ってもね、間違いはないので、安心して購入してみてください。こんな感じで毎回 Amazon のセール動画出したり、あと生放送したりしてますので、ぜひチャンネル登録お願いします。この MacBook Pro とかに関しては、生放送の時はあったので、めちゃめちゃ人気なの欲しいっていう方は、生放送とかに遊びに来るのもおすすめです。概要欄にいろいろ貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。以上、バイバイ。